いや、昨日と同じ服着てる。着替えてないのバレる。まあ、そういう生活してるんでね、俺よくよく考えたけど、同じ T シャツ3日くらい着てるんですよね。なんか、やばいなぁ。普通になんかね、ダメだと思うよね。同じ T シャツを3日って。な、平然と着てるのもね、なんか俺だけ体内時計が違うんですよ。みんな体内時計ってね、25時間くらいじゃん。なんか、25時間くらいらしいんですって、人間って。体内時計がね。いや、そこの1時間なんでって話だよね。なんで、いや、あと1時間ずらせば24時間で切りよくなるのにっていうけど、あれはなんか体内時計は25時間らしい、人間は。俺は体内時計100時間なんで、100時間体内時計なんで、みんなと流れる時間が遅いんですよ。いや、そんなことはないよ。え、うぅ、汚っ。普通に超汚ね。俺でも引くくらい汚かった。あー、でも眠いな。眠くないけど眠いな。よし、じゃあマリオデッセやろう。あー、もう俺スイッチ2台目買わなきゃな。おー、ちょうどマリオデッセ開いてた。いや、マジでさ、マリオデッセイでね、なんか俺多分、本当に病気なんですよ。早くその精神病じゃないけど、なんか変な病気患って、どんなにポジティブになっても治んないから、なんかね、こう手持ち無沙汰なんで、普通なんか、まあ ADHD なんだろうけど、そういう類なんだろうけどさ、ハンドスピナーは俺あんまハマらなかったんですよ。なんでかって、俺に合うハンドスピナーがなかったから。なんだけど、そのね、ハンドスピナーは好きなんだけど、あれ回しづらいから、なんかもっと回しやすいやつがあったら俺もっと好きになってたんだろうけど。お尻痛いな。俺多分なんか ADHD なんだろうね。よく動くし。精神病と ADHD です。いや、わかんないけどね。多分そうなんですよ。じっとしてらんないんで。だからなんでマリオデッセイやるかっていうと、立って喋るのが好きな理由と、俺立ってやるとき、左右に小刻みに揺れるんですよ。まあ、小刻みっていうかね、中刻みくらいに揺れるの。それ癖で、ちっちゃい頃からの癖なんですよ。人と話すときとかは、絶対、というか、まずじっとしてらんないんで、揺れるんですけど、じゃ座ってるときって動けないじゃん。まあ、口を動かすことはできますけど、じゃそういうときどうすんだって言ったら、もうマリオの世界のマリオをめちゃくちゃ動かすっていう、ことにね、発見いたしまして。俺はこの状態座ってるけど動けないけど、俺が座ってる状態でマリオを操作は、俺の分までマリオが動いてくれるよなってことで、俺はマリオいっぱい動かしてるんですよ。それにちょっとハマっちゃってね。いや、自分がするはずだった分の動きをマリオに代わってもらってるんですよね。むちゃくちゃだよね、もう。本当に病気だと思う。スプラトゥーンもなんかね、そんなことをずっとやってたせいで、俺が一番やばい時にずっとスプラトゥーンでね、試し打ちやってたせいで、なんか1300時間くらいになってて。で、1300時間やってるくせにストーリーモード全クリアできてないって。ほんと最後の面全部やってなかった。1300時間やっといてストーリーモード全然クリアしてない男ってむちゃくちゃだよね。あと、ゼルダもまだクリアしてないし、ゼルダは、ダウンロードコンテンツやるけど、ダウンロードコンテンツってムジュラの仮面手に入れてからね、やりたいなっていう、敵怖いからさ、探索するのに。金ねえからさ、ロッテリアの4段バーガーってもうなくなっちゃったんだね。28、29のなんか、肉の日限定だったんだ。俺はその時肉の日限定で、そのモスの肉肉バーガー食ってたんで、なんか、モスの肉肉バーガーもちょっとよくわかんない。なんかね、あんま美味しかったけど、二度目はいいかなって味だった。高いしね。超高いんだよ。だから俺は、マックのバイダブチを2個食うよ。
バイダブチ肉でも俺お金ないんですよ。だから食えないんですよね。なんかだからもう家で我慢します。すごいあくび、な変なビーム出そうだよね。ドバーゴーンってビームそんなんじゃないだろ。ジュイミミミミミミミビームはどっちかっつうとそれレーザー光線か。すごい急に元気になって眠いんですよ。眠いけどおしゃべりしちゃくてね、やっちゃいました。お、俺の汚い腕がみんなにバレた。なんか変なブツブツがありましたね。ネズミ男じゃん、まあ、それは違うけどさ。ちょっとねお見苦しいとこを寝流しちゃいますけど、あー気持ちいい。おしまい。